なんかアンパンマンに出てきそうやね。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月11日土曜日の午後5時34分です。本日はなんとアイナ島で初めての釣り大会が開催されております。おお。開催時間は夕方6時まで、受付は広場前に転機となっておりますので、どなたもご参加くださいね。では本日も楽しい一日になりますように。いいねいいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、ん、なんかマミーさんの格好が。もしもし、こちらたぬき商店のつぶっちです。何あれ、ジャージ買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金3万76ベルをお口座に振り込ませていただきました。多分もうちょっとやと思うよね、ローンが完済できるの。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ということで釣り大会か、頑張っていこう。一応もうしょぼい釣り竿じゃなくて、ちゃんと普通の釣り竿なんよ。ジャスティン、ヤッホー。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日、アイラ島の釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか、釣り大会、ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるから、ガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内に、できるだけたくさんの魚を釣ってね。3分？え？そういう感じ？釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるから、ガンガンチャレンジしてくれよな。あ、じゃあ何、いつ来ても3分間チャレンジだけって感じ。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなくいつも参加できるってことさ。すごい、4次元ポケットみたいな感じもうなんか速攻でここに転送されてくるんやね。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう。今日初めての人は参加費無料だよ。え、普段無料じゃないんすかマジで。じゃあ大会に参加します。ウェーイ、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから、魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。3匹以上、行くよ行くよ。待って、釣り大会スタート。そういう感じなんやね。待って、魚魚魚、もう1分経っちゃったんですけど、早くね。はい、来た、カレイを釣り上げた、一押し。お、消えた、転送されていったんやね。3分、思った以上に短いなね。はい、こい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 、カレイばっかりだなカレーを釣り上げた一押し。3匹釣ったらボーナスポイント作ってよったよね。お、アンチョビー。あれやね、あつ森ではちゃんとみんなイベントに参加する感じなんやね。え、見えてる魚。とりあえずこれで3匹ちゃんと魚なんだろうね、君。お、はい、来たー。これは鯉、鯉を釣り上げた一押し。ボーナスポイントやね、これで。もうあと10秒ぐらいしかないえ、めっちゃせかされる釣り大会やね。こんな釣り大会初めてなんですけど、早く食いつけよ早く食いつけよ。おーっと、これはミノカサゴを釣り上げた時、ヒレに毒があるから触ると危険。え、なんかしまわれた。3匹やん、やば3匹とか、やば、どんだけやねん。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で3匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、5ポイント獲得だよ。ウェイ、上がる。何の写真ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。溜まっていく？あ、なんか毎回毎回溜まっていく感じ。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ふんふん、なるほど。ウェイウェイ、調子はどう？クーラーボックスは確認してくれたかな。いらない魚があったら全部俺が買い取らせてもらうし、また声かけてちょうだい。あ、じゃあ全部買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は3匹。
種類はと全部で1350ベルになるけどいいかな。全部売ります。毎度あり。クーラーボックスは空にしておくからさ、また大会にチャレンジしてくれよな。これもしかして1日に何回もチャレンジできる感じ？お、どうしたのかな。釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。あ、何回でもチャレンジできるんや。で、次からは何本お金必要なん？オッケー、待ってました。2回目以降の参加は1ヶ月500ベル。まあでも3匹釣って1350やったっけ？やったけん、まあ全然プラスで終わる感じではあるんやね。買い取ってくれるのいいね。魚政さんみたいに食べるだけじゃないっていう、食べるだけというか食べるわけじゃないっていう。ちょっと更新してこう。3匹以上でボーナスポイント。いくよいくよー。くどや、また5やろ。でもこれで10ポイント獲得できたわけやん。何ポイントで何が交換できるんかな。はい、数は3匹です。3匹以上だからボーナス5ポイント、イエイ私この動きすごい好きで、これで10ポイントになったわけやね。ちょっと一旦グッズ確認しよう。あ、とりあえずあのクーラーボックスの中の買い取ってくださいまし。はい、買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は3匹、種類はと。全部で1560ベル。あ、ちょっと上がったかな、200円ぐらい。売ります。え、なんか、釣り大会めっちゃ稼げる？もしやめっちゃ稼げる？よくない？あの、グッズ見せて、グッズ。どんな感じ？お、どうしたのかな？釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。どれ？他のこと？それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人へのサービスで魚の高額買い取りもやってるぜ。あ、違う違う、ポイント交換して。君のポイントは10ポイントだね。 OK、 10ポイント使って商品と交換するぜ。ん、何？あの、一覧みたいに見せてくれるわけじゃなくてってこと？俺がプロデュースした魚グッズ、魚の傘をプレゼント。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。なんか魚もらった、魚じゃない、魚の傘もらった。どんな感じ？あ、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これいいね、おしゃれ。よし、じゃあどんどんポイントを貯めてどんどん交換していこうということかな。あ、ちょっと待って、参加してない参加してない。はい、参加させてね。いいねいいね、お金がどんどんと。次の釣り大会は7月に開催するよ。また魚釣りまくっちゃって。結構先やね。ウェイウェイ、釣り大会終わっちゃったね。どう、楽しんでもらえた？めっちゃ楽しかった。お、ってことは春の釣り大会大成功。いやー、俺もほんと楽しかった。君も魚のこと前より好きになってくれたら嬉しいな。あ、それよりさ、君大会ポイントが溜まってるみたいだよ。今20ポイントあるけど10ポイント使って商品と交換する？うん、10ポイントで交換なんや。あ、じゃあなんか何ポイントあっても10ポイントずつの交換になるっていう感じなんかな。もらいます。ってことは2回分あるってことやね。それは何？俺がプロデュースした魚グッズ、お魚ポシェットをプレゼント。まだポイントがたくさん残ってるけど商品と交換する？え、じゃあ交換する。なんだ、どんだけ貯めても10ポイントずつなんやね。うんうんうん、いいいいいい。お、部屋。俺がプロデュースした魚グッズ、お魚のラグをプレゼント。ラグか、絶対かわいい。釣り大会終わっちゃうとなんだか寂しいね。ってことは今回は商品3つ分ゲットってことか。お魚ポシェット。え、どんな感じ？あ、かわいい。魚の形しとる。めっちゃかわいいやん。じゃ、これに、魚の傘に、え、超かわいいです。めっちゃかわいいです。ちょっと待って。ちょ。そうそう、その角度でいてほしいね。めっちゃかわいい。良き。超絶良き。晴れてるけど。まあ何種類道具があるんかわからんけど、とりあえず今回の魚釣りでは、3つ分のお魚グッズがゲットできたということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで多分ね、もうローンの分のお金が貯まったと思うけん、ちょっと私は支払いに。さあ、今日は何か落ちてる？木の苗。なるほど、オッケー。ほら、多分いけるやろ。ローンの返済。預金から。とりあえず全額。そして、所持金から、全額ってやったら払えるかな。オッケー。ふぅ。それでも手持ち、8000ベル残っとるけんね。やったー、おしずえさんが拍手してくれよる。おうちのローン全部払い終わった。払い終わったよ、たぬきち。たぬきち。窓の外眺めよる。みんなの釣り大会の様子でも見よったんかな。どうもどうも、アイナさん。おうちのローン全部払ってくれてありがとうございました、だなも。ちゃんと払ってくれたってことは、やっぱりその、今のお家の広さじゃ物足りなかった？そういうことなら心配ご無用だなも。アイナさんのお家をさらに増築して、今度はお部屋増やすことができるだなも。部屋増やしたい、めっちゃ増やしたい。詳しいことはまた、時間のある時に相談しちょうだいね。いや、今相談に乗って。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だなも？マイホームの相談。マイホームについて、ついての相談だもんね。どういった相談だろう？増築したい。そうね。今のアイナさんのお家ならお部屋を増やすといいと思うんだもん。奥にお部屋を増やしちゃえば印象は変わることなくスペースが増えて工事費用も抑えられるからおすすめだなもん。34万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだもん？お願いします。また高いけれど。オッケー。じゃあ工事の手配を進めるからね。明日の朝には完成するからお楽しみにだなもん。さあ、ちょっととりあえず、私は島に出発していきたいと思います。まだ誰もね、制約済みになってないけん。出発。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。びっくりした。何が動いたかと思った。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。カバー？グッドラック。なんかちょっと、あれかな。あ、横向きの滝のところか。なるほど。まあ、そんなに変わった感じの島ではない気が。ちょっと待って、このでかい魚影がちょっと気になる。かい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 。スズキか。まあ、やっぱりね、リュウグウの使いの時に比べて、コントローラーの震えが全然違うんよね。なんかアンパンマンに出てきそうやね。カバオくんみたいな。でも多分女の子かな、あれは。よいしょー。あ、さらに上もあるんやね。やっほー、なにちゃん、ちゃこちゃん。こんなところで誰かに会えるなんて、運命感じちゃう、なんてね。はじめまして、あたいちゃこ。あんたも別の島から遊びに来たんでしょ？へー、アイナ島のアイナちゃんって言うんだ。これも何かねえんだしさ。短い間だけど、仲良くしてよ、デカンス。デカンス？え？ゴビー。おっしゃー、ということで、まあ、売りに帰りますか。ここにいたのは、チャコちゃんということで。名前合っとるよね。違うかな。そんな名前あったような気がする。よし、行こう。待って、こんなところにも魚おるんやね。釣れるのは、まあ、同じような種類かな。ちょっと気になるけん、釣る。おいで。キャプテンロドリーは反応はしてくれんのかな？え、気づけよー。気づけよー、おい。ちょっとロドリー邪魔なんやけど。この辺か？あ、よし。来い来い来い。お、お、お。はい、来たー。どや。おい、え、なに？カジキ？あ、反応してくれた。ん、これは。カジキを一本釣りだ。どんな問題？あ、ポケットいっぱい鈴木逃がします。当然のごとく鈴木を逃がします。やってよ、カジキ捕まえた。しかもちょうど釣り竿壊れたし。イエーイ。え、やったね。帰る帰る。よかった、あれ逃さんくって。あれやね。寄贈しよう、カジキは。でも値段も調べとこう、とりあえず。はい、オッケー、帰ります。もう十分満喫した。出発。
どうも。で、ちょっとカジキの値段だけ調べてくるね、私。どうも。アイナさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？ってことで、とりあえず、中でやったらね、ちょっとこのやりとりがめんどくさいなっていうのはあるけど、外の方がだって安くなるって言ってやんか。けん、ここでちょっと一旦値段を、いくらですか？はい、カジキ。1万ベル。なるほど。うん。まあ、とりあえず、うん。うん。売りたくはあるけれど、寄贈するから、その他のやつをちょっと買い取ってね。買い取って。買い取りでございますね。ではお売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。結構な値段になると予想。はい、この辺ね。いいんじゃなかろうか。どや。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計16,800ベルダのお買い取りでいかがでしょうか。おー、いいね、いいね。売っちゃいまーす。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで、カジキを寄贈してきます。寄贈します。釣り上げてきたよ。でっかいカジキを。はい、これ。カジキ。どうぞ。そんな中に収まるわけないや。何？切り刻んだの？ほ、これはどこからどう見てもカジキですね。よろしければ、カジキについてちょっと解説いたしましょうか。聞かせて。喜んで。カジキはですね、角のある独特の形と、鱗のない体が特徴的なマグロの仲間です。鱗ないんや。角も含めると、全長は4メートルを超えるとも言われていまして、クジラと喧嘩したりもするそうですよ。そんな攻撃的なところも魅力になって、スポーツフィッシングの世界では大人気なんですよね。スポーツフィッシングとかいうのがあるんや。競技それ。まあ、スポーツやけん、競技かな。ありがとうございました。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？あ、もう大丈夫。そうですか。では自由にご見学ください。結構大物がいっぱいになったんじゃない？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月12日日曜日の午後8時37分です。今日はイースターですね。朝から広場が賑やか。どなたかいらしているようです。なんだか楽しいことがありそうですよ。皆さんもよかったら広場を見に行ってみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。まあもう夜なんやけどね。待って、タランチュラおるんやけど。速攻でタランチュラおるんやけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。待って、あのタランチュラ捕まえたい。もしもし、こちらはたぬき商店のもめきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 33,288 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。待って、あの、網を。どこ行った？タランチュラ。おる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 。おるよおるよ。ほら、来いよ。来いって。えぇ、来た！あー、待って、刺された。刺された。なんてこと。くっそ、つら。しかも、あいつ刺したらどっか行くんよね。うわぁ。待って、なんかいろいろ。何アンチョビから。アンチョビおらんくなったわけじゃないよね。おったよね。ハッピーホームアカデミー、アイナ様。この度はマイホームの増築おめでとうございます。お祝いに家具をプレゼントします。魅力的なキッチンと共に美味しい暮らしを楽しんでくださいね。ハッピーホームアカデミー。やったー、キッチンくれた。ありがたい。よし。そして、あ、アイナさん、19,227 ポイント、ランク B。まだランク B なんか。おめでとうございます。いろいろな種類の家具が集まって素敵なお部屋になってきましたね。ますますの発展をお祈りしてお祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。でも毎回ちゃんとくれる。ランクなんとか以上はくれるとかあるんかな？これなんなんやろ、アンチョビ。熱心なアイナくんへ。アイナくんおめでとう。君のお家、新しくお部屋が増えたみたいだね。お祝いにプレゼントを送ったから、よかったらお部屋に飾って。気に入ってくれると嬉しいな。ちょっと羨ましいアンチョビより。マジでこんな手紙くれるん。プレゼントまでめっちゃ嬉しいんやけど。何？一番今アンチョビが有効度高いとかそういうこと？ちょっとよくわからんけど。とりあえず1個目。待って、キッチンくれたんじゃないん？冷蔵庫だけ？
へえ。そういう感じですか？で、スティック掃除機。あ、でもなんかいい感じやない？あ、ちなみにこれね、キー吸って落ちてきたやつ。キッチン吊るし。やけんね、いい感じのくれたんやったらキッチン吊るしも使えるとか思ったのに。違うんかい。で、これはね、風船割って落ちてきた加湿器。で、アンチョビからのプレゼントは？調味料入れ。なんかキッチングッズ揃ってきたね。シンクください、シンク。どうも。お久々。いや、こんにちは。新しい季節を知らせに来ました。ラッキーバリーのピョン太郎だよ。イエーイ、拍手。あ、君は前にこの島に来た時僕を見つけちゃった子だね。僕に会ったこと、約束通りちゃんと秘密にしてくれたよね。あれってこっそり来とったん。全然超目立っとったけど、広場におったやん。まあまあ、それはともかく、いよいよ今日がお祭りの本番だよ。イースターのお祝いってことで、僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい？それじゃあ行ってみよう。卵を探そう、卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある？どこにある？いろんな場所を探してみよう。わかったかな？お祭りの本番といっても、やることは同じ。島のあちこちに隠された6種類の卵を集めてね。6種類全部集まったら、いいものプレゼントするよ。そして、はい、これ。お。今日参加してくれる君には、イースターのアーチのレシピをあげちゃいます。さてさて、僕がこの島に隠したイースターにちなんだ DIY レシピ、君は全部見つけられるかな？全種類 DIY してくれた人には、スペシャルなご褒美を用意してるよ。じゃあ、頑張って。ってことで、ちょっと覚えますか。イースターのアーチ。ふんふん。イースターのアーチのレシピを覚えた。よし、よし。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。はい、イースターのアーチ。さささっと作ってしまって。イースターのアーチができた。さあ、出来上がった。これで多分全種類作ったはずなんやけど、多分ね。多分、どうやろう。どうすか？あれれ？君もしかして、僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの？すごい！とっても大変だったでしょう。頑張ってくれたんだね。じゃあ行くよ。せーの。なんてね。あ、もしかしてちょっと怒った？え？実は今日のために用意したレシピはもう一個あるんだ。ほらこれ。おう、ありがとう。ぴょん太郎の起き上がりこぼしのレシピだよ。さあ、これが最後のチャレンジだ。もしこれも作ってきてくれたら、今度こそスペシャルなご褒美をあげちゃうからね。あともう一踏ん張り。頑張って頑張って。く、まだあるんかい。まだあるんかい。作れるよね。大丈夫だと言って。はい、作ります。どこ？え、ないやん。どこ行った？あ、覚えてない。ちょっと待って。覚えてなかった。ぴょん太郎の起き上がりこぼし、絶対可愛いやん。さあ、これで？はい、レシピ覚えた。次こそ作る。はい、作ります。なんでその中途半端のところに戻るの？あ、可愛い。可愛いから、ちょっと不気味な気もする。え、でも嬉しい。はい、完成。ぴょん太郎の起き上がりこぼしができた。次こそできたぜ。ん？なんだ？ちょっと待ってね。先にぴょん太郎んとこ行くけん。できたよ。その顔はひょっとして、ぴょん太郎の起き上がりこぼしも作っちゃったの？それじゃあ本当の本当に全部作り切っちゃったんだね。すごいや、おめでとう。そんなとってもとっても頑張ってくれた君には、スペシャルのご褒美をあげなきゃね。スペシャルやった。イースターのステッキが作れちゃうハッピーなレシピだよ。またレシピか、なんて言わないでね。じゃあ最後は特別バージョンで。せーの。ハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。今日はずっとお祭りやってるから、残りの時間も楽しんでね。参加してくれてありがとう。ってことでまた覚えるのね。イースターのステッキ。ふんふん。これもすぐに作れるんかな？どうやろう。一応、ぴょん太郎のイースター系のアイテムは全部作ったっぽいけど。これも？DIY で作ります。イースターのステッキ。おう、これか。星のかけら2つしかないんや、私。収納の中に2つあるんやけど、あと1個ない。え、起き上がりこぼしも使うん？ってことは、起き上がりこぼし1個なくなってしまうんやね。余分に作らんとってことや。
じゃあその分はちゃんと卵確保しとかんといかんね。何その格好。かわいい。え、何動物たち帽子かぶったらそんなちっこくなるの？やば。ああ、かわいい。みんなその格好？ああ、かわいい。ね、子供にも帽子かぶせてあげてよ。お、ハンナちゃんも。いいね、いいね。みんなそれぞれちゃんと色が違うんやね。かわいい。ユキだね。ピョン太郎には会ったかい？いやー、わざわざイースターを祝いに来てくれるなんていいやつだよね。こんな島まではるばる大変だったろうな。なんかバイトっぽいし。ま、あいつが盛り上げてくれるんなら、うちらもがっつり乗ってやらなきゃ。そうだろう、いいな。だってね。バイトとか言うなよ。さあ、ってことで、疲れ果ててますけど。悪いんだけど、後ろ、じろじろ見ないでくれる？なんもついてないって。もうすっかり後ろから回れるやん。なになに？そうそう、さっき言いそびれちゃったんだけどね。もしどれかの種類に卵が1個だけ足りない、なんて時は、他の種類に卵3個くれたら、好きな卵1個と交換してあげるよ。交換してって僕に言ってね。で、どうした？卵持ってきたよ。お、どれどれ？ 1,2,3,4,5,6。おー、6種類の卵が揃ってる。やったね。じゃ、それぞれの卵を1個ずつもらっちゃうけどいい？これは何？なんかくれるの？あげるけど。よーし、頑張った君にこれをあげちゃおう。何それ。イースターのバスケットだよ。じゃあ行くよ。せーの。やったー、やったー、やったー、やったー。それじゃ、まだまだイースターを楽しんでってね。やった、もらった。じゃあ、ここに、加湿器じゃない。加湿器じゃなくて、イースターのバスケット。かわいい。よき。このイースターのバスケットのでかい版が、あのベッドみたいな感じやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、じゃあなんかガラッと変わったけど、あの動画外で、あのここの木めっちゃ邪魔やなと思って、木を切り倒して、で、まぁ、ちゃんと囲うように左右対称に柵をして、で、ここにあった木を果物の木に変えようと思って、で、私の村はちょっと、このね、特産品がリンゴなんやけど、まぁ、ちょっと自分の家だけ今ちょっとサクランボの木を植えました。ちょっと果物の中でサクランボ一番可愛いかなと思って。で、結構いろいろ変えたんやけど、ここの浜辺に置いてあった、あの、バーベキューセットみたいなやつ。あれはね、ご制約済みになっている。何誰が来るの？何誰？桜島様ご新居建設予定地たぬき会。え、桜島ってさ、あれじゃない？アリクイみたいなやつじゃなかったっけ？シャンクー、お久々。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。今私超浮かれた格好をしたんよね。この靴下可愛くない？キッズソックス。フェイクファーバック。フェイクファーバックとか絶対可愛いやつ。現実の私が好きそうなやつ。これ何？エコバッグ？エコバッグではないんか。え、これも可愛い。ミニレザーバッグ。バッグ可愛いなバッグめっちゃ可愛いなちょ、この二つ買っとこう、私。え、で、多分バッグもさ、壁に飾れたりとかするやろ。なんかそういうおしゃれな幅広がっとるのいいよね。花二つ買う。で、あれはなんか、アンチョビのアップ。あのなんかメランジソックスみたいなやつ。スパンコールレギンス。これもなんか可愛い。どうしよう。可愛い、買う。買っちゃいます。今の靴下も結構気に入ったんやけどね。え、普通のやつよね、多分あれ。なんかちょっとピンク、くすみピンクみたいな感じ。ありがとうよ。ありがとう、こちらこそ。ちょっとまた動かそうとした。土地を、家を作る土地を作りたいんだけど。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろう？インフラ整備の相談。
インフラ整備の相談だらもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だらも？土地を売り出す。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいてるけど、どうだらも？売り土地を探してきてくれるだもん。探してきます。はいはい。ではまず手数料の1万ベルをお預かりします。あ、やっぱりお金引き出しとかんといかんかな。お、ハウジングキットありがとう。で、この辺に家建てよう。建つかな。ハウジングキット。新しいお家の建設予定地ここにしようかな。想像してみる。まあ、ここの木は切るとして、いや、ここに決めよう。じゃあオッケー、イエーイ。お家を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。雪かな。で、これちょっと切り倒そう。はっ、はい、オッケー。で、これのけといて。よいしょ。うん、こっち側も結構いい感じかな、家。こういう感じで、3軒あります。いいバランスじゃない？なんとなく。さ、新しく建てた軒、これで、またね、新住民を、呼び込まなければ。出発。ここは新しい島？さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。なんか、すぐのところに滝があるんやね。てか、島に来たら晴れ渡っとんやん。ね、なんか、めっちゃ晴れ渡っとるやん。雨降りよるんかと思ったのに。あ、ハムスターキーや。誰？ん？なんかちょっとキリッとした感じかな。向こう側行こう。一旦登っていかんといかんのかな。よいしょー。女の子。女の子や。まつげがパッチリ。どうも。シャンティ。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇だね。私、シャンティっていうの。あなたはアイナ島のアイナさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね、だってば。ギャルみたいやね、なんか。なんかめっちゃギャルみたいやね。どうしよっかなー。勧誘しよっかなー。どうやろう。よし、誘ってみよう。こういう島でのんびりしてると、慌ただしい普段の生活に戻るのが嫌になってきちゃうわ。ああ、このままずっとこんなスローライフができれば幸せなのにね、だってば。なんかあれなんよね、なんやろ。この髪の毛の色とか、あと、この口紅がさ、ちょっと白っぽい感じとか、昔のギャルって感じじゃない？あの、ガングロギャルみたいな。うちの島に来てみない？え、本当に？あなたの島って確か、アイラ島だったかしら。まあ、アイラさんも一緒なら心強いし、快適な暮らしができそうね。私決めた。アイラ島に引っ越して新生活を始めることにするわ、たってば。よく言った。そうとなったら引っ越しの手続きをしなくっちゃ。どうしたら？そう、アイラ島の田中さんという方に連絡すればいいのね。今日はここに来て本当に良かったわ。私たちの出会い、もしかしたら偶然じゃなかったかもしれないわね、だってば。いいね、いいね。だってばが口癖なのね。よし。ってことで、シャンティが島に来てくれるのをちょっと私は楽しみに待とうと思うよ。シャンティ来るの楽しみやな。どういう感じの家具があるの？なんか外に置く家具とかもさ、キャラクターごとに変えていきたいなってめっちゃ思うよね。あ、そしてなんか、アンチョビの家やったかな？あの、柵が繋がってないんやけど、このイースターの柵みたいに、柵をちゃんと綺麗に繋ぐて置くことができるみたいなの聞いたけん、ちょっとしたい。
まあね、こっちがこんな綺麗にね、カーブ描いてなるんやったらこっちもなるよね、きっと。この間に立てればいいんかな。柵、素朴な木製の柵、どう立てるんだ、ここか。立てれねえ、こっちか。あ、なった、ちゃんとなった、綺麗嬉しい。おー、いいね、いいね。で、こっちも？こっちからかな。立てれねえ。あ、これで。で、こっち側も、ここはできんのかな？このギリギリの部分は。もうこれ以上前に行けんしね。まあ、でもこれで、十分。綺麗綺麗、よかった。ちゃんとできた。できたよ。あ、てか思ったんやけど、こういう感じのところってことは、この鳥の巣？こっちよりもさ、あっちの方が似合わん？こっちちょっとオシャレな感じにしたいやん。こっち、この辺に鳥の巣、どこ行った？これか？巣箱。絶対こっちの方が似合うと思うよね。だってここアンチョビやしさ。よいしょ。こんな感じで置いとこう。よし。ってことで、あれやね。サクランボの木が育つのが楽しみ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年4月14日火曜日の午後4時41分です。では本日のお知らせです。今日、愛の島に桜島さんという方が新しく引っ越してこられました。あ、やっぱり一人ずつなんやね。桜島さん、移住おめでとうございます。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ってことは明日来るんかな？シャンティ。お、なんか届いた。あ、そっかそっか、買ったんやったっけ、そういえば。スマホが鳴っている。自販機買ったんやん、自販機。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金3万665ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、ちゃんとこれ、靴変えた。靴と靴下変えた。まあ、もともとあったスリッポンやけど。たぬきショッピング、あ、待って、ここも、たぬきマイレージプログラム。いつもたぬきマイレージプログラム、並びにたぬポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。あ、なるほどね。景品か、これ。え、じゃあその上は何？あ、たぬきショッピング。何買ったんやったっけな。たぬき開発。アイナ様に見つけていただいた土地に新しいお客様が引っ越してこられました。今回のお礼に1000マイルを振り込ませていただきました。ささやかですが、ご活用ください。たぬき開発。じゃあとりあえず、こっちが自販機。あ、そっかそっか、動物の森のスイッチや。ヤシの木どうしよう。右側の海岸にしよっかな。そしてちょっと待ってね。あ、これ桜島さんのお家。めっちゃ和風や。そしてやっぱりちょっと奥まっとるのが気になる。なんかこっちはあんま気にならんのやけど、こっち気になるね、若干。可愛いけど、どんな。あ、待って、ハンナちゃん。おー、畳屋めっちゃいい。ちょっと待って、なんか何、バクとかアリクイとか系統はあっとったんやけど、思っとった感じと顔が違った。もうちょっと可愛い系を想像しとったんやけど、ちょっと君じゃないな。ちょっと君じゃないな。おめえ誰だ？なんだ、この島のやつか。ガン飛ばしちまって悪かったな。俺は桜島ってんだ。見かけほど怖くはねえから心配すんな。今日は部屋の片付けて忙しいからよ。また明日、ゆっくり話そうぜ、でごわす。でごわす。いかつい。もっと可愛い子がいい。私が思っとったの誰なんやろう。でもこの部屋はものすごくいいと思う。ハンナちゃん、私に用があったんじゃないの？もうないの？ないんか。お！ケイトさん！え、なになになに？なんかめっちゃ、バス会社のツアーコンダクターみたいな感じの格好してない？え、超オシャレなんやけど。あ、コトノっていう名前で出てくるんやね。はじめまして。私はファッションデザイナーのコトノと申します。本名の方で出るんや。デザイナーといっても一人立ちしたばかりで、まだまだ修行中の身なんですけどね。
今はデザイナーとして勉強するため各地を旅していろいろなファッションを見て回っているんです。ちょっとアンチョビ。お時間よろしければファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容はこちらが出題したファッションテーマに合った服装に着替えて私に見せていただくというものです。あーマジでファッションチェックあるんや。なるほどね。うんうん、いいよ。今回はグレースじゃなくってケイトさんのやね。大したものではありませんがお礼もご用意しておりますので。いいですよ。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのはお仕事する時のコーディネートです。スーツのようにキリッとした服装でも構いませんし、料理人やお医者さんなどどんな職業でも OK ですよ。参考用としてお仕事のイメージな服をお渡ししておきますね。参考用、これはくれるの？直帰付きワイシャツです。こんな感じのイメージでお仕事のコーディネートをしてみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。私はここでお待ちしているのでどうぞよろしくお願いしますね。ほう、私はそういう職業的な服を何も持っていないから、アイドルじゃ多分ダメやと思うよね。いらっしゃい。手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。あさみさんずっと話してないけどお元気？お話でしたらそちらの店員にお願いできませんか？いやー相変わらずの塩対応だわ。さあそれじゃあちょっと着替えさせて。試着室を使いたいのね。どうぞ。職業か、どういう感じ？スタッフ、何のスタッフかわからんけど、ライブスタッフとかかな。コーチジャケット。ミュージックフェスの服。フィギュアのドレス。フィギュアスケーターとかでもいいってこと？これ髪の毛もついてくるん？ヘアターバン。エレガントな帽子、ヘッドホン。ガスマスク。いろいろとあるなぁ。何がいいんやろう。ちょっと待って。てかこの辺のルームシューズめっちゃ可愛いんよね。超絶可愛いんよね。ビジュアル系コスチューム。なるほど。スタッフの服かなぁ。何のスタッフかはわからんけど、とりあえず仕事はしよるってことよね。お、いいやん。800ベル。スタッフの服。この辺。スラックス。やっぱ動きやすい服。あ、爽やかやね。いいね、いいね、白。んで？かわいい！パジャマ超かわいい。ちょっと待って。ちょっと待って。ヘッドホン。いや、でもスタッフはつけてないかな。ヘッドホンとかは。あとは、ハイカットスニーカー。こういう感じ？この辺かな。ビジネスシューズ。ラバートゥーハイカットスニーカー。なんかオシャレ。超絶オシャレやん。あとは、ま、中見えんけん。何これ？ご飯粒。ご飯粒かわいい。超かわいい。でもま、これぐらいかな。帽子。はま、こんな感じやろ。じゃ、とりあえず、これでいくか。買っちゃいます。このまま。いい感じやね。おおきに。もともと身につけたものは、お家の収納に送っておくわね。で、帽子と、バッグを外そうか。帽子外して、あ、間違えた。ちょっと待って。ちょっと待って。バッグを外す。じゃ、靴は履いて。靴脱ぐとかできるんやね。これで、どうかな？イベントスタッフっぽくない？大きに、またどうぞ。後ろにスタッフって書いてある。よし。こんな感じでどうですか？イベントスタッフになってきました。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネートをもう見せていただいてもよろしいですか？いいです。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どう？
素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。マジでよかった。こんなにお仕事とイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて感動してしまいました。何そんなにちょっと嘘っぽい。そこまで褒められると私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンを差し上げます。後でご自宅に郵送しておきますので、よかったら今度使ってみてください。何クーポン？仕立て屋クーポンは仕立て屋で3000ベル以内の商品と引き換えができるチケットなんです。仕立て屋っていうのはエイブルシスターズでいいんかな。マムキッズさんのお店では使えませんが、仕立て屋ならほとんどの商品に使えますから、ぜひご利用くださいね。仕立て屋っていう言い方するってことは、エイブルシスターズと、シャンクの店でもいいってことかな。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。なになに？お気に召すかどうかわかりませんが、おしゃれそう。帽子？ケイトのキャップです。それは私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。そういえば帽子とかあってもよかったな、キャップ。ね。新しくできたばかりのブランドなので、全然有名ではないんですが、よろしければ受け取ってください。ちなみにそのアイテムのブランド名は、過去にデザイナー名として使っていたケイトから来ているんです。あ、過去？もう今はデザイナー名として使ってないの、ケイト。今は本名のことので活動していますが、少し前まではケイトと名乗っていたんですよ。あ、もう本名で活動しようんや。へえ。またお会いすることがあったらよろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。でも見た目的にケイトさんって感じするけどね。ご協力ありがとうございました。よかったらまたお願いしますね。定期的にやってくるってことかな。ケイトのキャップ。かわいい。超かわいいやん。おしゃれ。よきよき。しずえさーん。どうも。あら、いなさん。お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか。島の評判について。アイラ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイラ島、お、やったー！星が一つ増えた。現在のアイラ島の評判は二つ星です。最近注目度が増してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、そうなんです。私、何度か遭難したことがあるんですけど、ジョニーもうちょっと賑やかな場所だったら、私のことももっと早く見つけてもらえるかもしれない。と、朦朧としながら思いました。遭難しても安心な島作り、頑張ってください。ジョニーのための島作りとのことです。集まった評判を見る限り、島の自然環境について期待を寄せる声が多いようです。ほうほう、自然環境。ガーデニングに力を入れて、島に咲くお花を増やしていけば、自然豊かな印象を持ってもらえるはずです。以上になります。また、島の評判をお聞きになりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談ございますか？大丈夫。あと一つか欲しい。頑張ろう。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。ふんふんふん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。